はい、どうも、今回紹介するのはですね、青島のザ・モデルカーシリーズ89番、G50 のプレジトインフィニティ945の、コンバチキットですね。まあ、事前情報で皆さんご存知の方も多いかと思いますが、こちらね、41のマーク2チェイサーの時と同じような感じで、ボディがですね、2つ入ってます。で、クリアパーツも2つ入ってます。なので、ボディの着せ替えできるんじゃねと思うんですけど、これはインフィニティのエアロパーツですね。プレジのエアロパーツは入ってないのかな？サスダウンパーツじゃない、サスダウンじゃない、ローダウンパーツ。いろんな単語がポイ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 出てきちゃって。あ、こういう風になってるんだ、ランナーが。ノーマルのプレジ組んだことがないので、どんな感じだったのかなっていう風に思ってたんですけど、純正ホイールはポリキャップっぽいっすね。ポリキャップだな。ポリキャップですね、両方とも。よいしょ。まあ、着せ替えして楽しみましょうってことですかね。ちょっと前に実は買取品で入ってきたね、ちょっと状態が良くなかったインフィニティを組んだんですが、まあ、よいしょ。足回りの構造とかも結構気合入った感じで再現されてるんで、こういう感じでね。まあ、なかなか楽しめるんじゃないかなと思います。ああ、見えない、見えない。なんかいろいろメッキパーツで、自分が前組んだプレジはですね、あれだったんですよ。インシュランスのエアロパーツ付きのやつだったので、この辺のメッキパーツは入ってませんでしたんで、これがどこで使うのかな。ミラーと、ヘッドライトリムかな。よいしょ。で、窓枠マスキングも2枚入ってるんですね。プレジデントと、重なってますけど、インフィニティのやつがね、入っててっていう感じですね。デカールは1枚で全部入ってるって感じです。945の方なんですけど、まあ、昔のキットなんでね、これも、まあ仕方ないっちゃ仕方ないんですけど、バンパーのサイドマーカーがですね、塗装再現、旧キットは塗装再現みたいな感じだったんですよね。で、今回のやつは、インフィニティは、あれ？どこ？どこどこどこ？ああ、これか。デカールで、みたいな感じになってますね。見えますかね？デカールじゃない、塗装か？ああ、デカールですね。で、ちょっとね、彫りが浅いかなっていうところはあるにはありました。でもまあ特別そんな苦労したとかっていうことはなかったので、で昔ね、インフィニティをベースにプレジ仕様にするっていうのがあったんですよ、そういうカスタムが。だからインフィニティ回プレジ仕様、やる必要ないか顔面プレジの後ろインフィニティとかね、そういう感じで作ってみたりしても面白いかなってことは思います。ね、この足回りの構造とかも結構こういう感じで映るかな、再現されてます。で、ローダウン仕様だったらローダウン仕様のパーツもついてます。ただこれあんまり下がらなかったです。なので自分は加工してそこからさらに下げます。あれは自分で勝手に加工したんだ。ローダウン仕様どれぐらい下がるのかな。自分は加工して車高下げたんで、どれぐらい下がるのかな、ちょっと何とも言えないんですけど。本当90年代前半ぐらいの青島のキットって結構いろんなところのね、足回りとかの構造とかも再現度が高いものが多いので、
まあやりながらね、こう、ああ、こういう感じなんだ、みたいな感じで見ながらやっていくのも面白いかなと思います。バンパーの取り付け、プレジデント。ボディの塗装は塗装説明を参考にしてください。まあ、インフィニティの方はボディ一体成形で、プレジの方がバンパー前後別体っていう風になってますんで、プレジの方が金型新しいのかな、当時一緒に出たのかな、ちょっとごめんなさい、そこまでのことはわからないのであれなんですけど、よいしょ。でね、当時のね、やつはですね、このナンバーの数字がね、インフィニティのやつなんですけど、94、945になってましたね。今回はちょっとそういうことはないみたいですけど、まあその辺はね、いろいろあるんじゃないかなと思いますけど、事情が。あ、そうや、このメッキパーツが何なのか見てなかった。一粒で二度おいしいっていう風にするのもいいのかな。中期モデルのグリルです。後期モデルを作成したい場合はこちらをご使用ください。グリルが2種類入ってるのか。でも後期モデルにしようと思ったらヘッドライトインナー全然別物なんだけどな。どうすんだろう。前期も後期も作れるよって書いてあるけど、でも前期後期で分けようと思ったらちょっと無理だぞ。どうすんだろう。あのメッキパーツの使うところがわからない。メッキパーツ何番だっけ。68、69。どこで使うんだ。フレージの方で使う68、69が、どこで使うのこれ。あ、ここか。内装のこの、後ろの人がこう持つ、あそこか。ここメッキか。まあメッキ部分と革張りっていう風な感じだったと思うんで、まあ、革張りのところはメッキ剥がして塗ってねってことなのか。ちょっと厳しいんじゃないちょっと厳しいんじゃないとか思ったりはしますけど。という感じだそうです。よいしょ。だからまあ、41のマーク2チェイサーの時にも話しましたけど、その片方をね、ボディの塗装とかの練習とかにね使ってっていうのもいいかなと思いますし、今回に関してはね、あの時はあのクリアパーツが1台分しか入ってなかったですけど、今回はね、2台分ちゃんと入ってますので、そのクリアパーツを使ってボディ2つ作って、お好きな方をこう例えば気分に合わせてね、今日はプレジの気分、今日はインフィニティの気分とかって言って分けたりするのも面白いかもしれないですね。定価がですね、2800円、ちょっと上がりましたね、ザ・モデルカーシリーズも。まあでもこれはボディ2つ入ってる。でも41、まあでも部品点数が全然違うから仕方ないかな。という感じです。ご視聴いただきありがとうございました。